折り紙の風船の作り方を紹介します。このような形に出来上がりますよ。では折り紙を用意して裏側を見ながら、まずは、きれいに折れるように筋をつけていきます。長四角から真四角に折って、また開きます。今度は三角に折ります。三角に折って、紙に筋が、このように筋がつくことでこの後折りやすくなりますよ。まず長方形に折ったら、ちょっと折り返して、ここの角を合わせて、はい、折り筋をつけておいたので楽に開くことができますね。またここのところを、だいたい四角いこういうのができます。合わせて、はい、三角の形ができますが、こういうふうに中はこんなふうになってます。この三角のこの羽になったような部分を頂点の方に折り返します。そしたらまたちょっと、ここの、ここからここまでの長さのちょうど中心を調べたいので、折り返して少しだけ爪で真ん中が分かるように少しだけ爪で跡をつけます。そしたら今度はこの四角の頂点を、よいしょ、跡をつけたところを狙って、こっちも同じようにちょうど真ん中のところに行くように、えい、こんな形になります。そうしましたら上に残ってるこの部分をまっすぐに折り返して、よいしょ、そうですね、こことちょうど半分になる長さ、まっすぐに折り返して、こっちの方が見やすいかな、反対向き、ちょうどここに穴ができますので、この穴に折り返して入れます。同じようにこっちの尖っている部分もまずはまっすぐに折り返して、ここにできた袋に入れたいので、よいしょ、一辺折りじわをつけて、折る線をつけて、入れてあげます。同じことを裏側でもしますよ。さっきとちょっと見える方向が反対かな、頂点に合わせて、頂点に合わせて、この上に合わせた三角をきちんと折り返して真ん中だけに筋をつける。同じように反対も折り返して真ん中だけに、ここに筋をつける、戻す。そしてここの、この頂点を先ほどの中心部分に合わせ向かって、えい、こっちも中心部分に向かって、えい、よいしょ、そしてそうですね、ここのピラピ、これを2回折って、この穴に、三角でできたこの穴にですね、よいしょ、ここに入れるんですね。なので一辺折って、よいしょ、一度まっすぐに折る、
折り込むための筋をもうつけて穴をよいしょちょっと開いてここにえいと入れる。同じように戻して筋をつけて穴を開けてえいと入れ込む。よいしょ、これで風船の完成です。ここからよいしょこうやって開いてみると白くなって穴開いてるところ、ここからふーっと息を入れますよ。こっちは入れられないですね、穴開いてないですからね。はい、紙風船の出来上がりです。はい、最初の仲間も合わせて増えました。